い、どうもハビネスタークのハビネスです。ウォーフレームの鋼の道のり実況プレイで、今回オロのね、ベイヘック戦レベル100超えの攻略をやっていきたいと思います。まあ、今回使ったのはレベナント。まあ、たびたび結構ソーティーミッションとかでこいつがボス出てきたりすると、レベナント使ってってことをやるんですけれども、まあ、せっかくなのでいつも俺がやっているそのソーティー攻略でやってるようなやつをね、まあ、鋼の道のりでも通用するのかっていう形で、今回をやってみました。そのためですね、ヘルミンスで、アビリティが変わっております。3番アビリティに手裏剣、アッシュの手裏剣が入ってて、増強モッドのスイーキング手裏剣も入っているので、まあ、自分のフレームの効果時間に応じて、敵の走行値を、まあ、100% の値で今強化しているので落とすことができるという感じで、これがマジで強いんでね、ぜひなんかのボス戦で困ったなって思ったら、まあ、こういった戦いも一つありだと思います。これも結構いろんなところで言うんですが、ウォーフレームの高レベル帯の、その容易なクリア方法っていうのは、結構その敵の走行値をいかに下げられるかっていうところが、ずいぶんかかってきます。最初の頃は結構敵に大きなダメージを与えるために武器とかモッド内容すごい考えるんですよ。ダメージがどうやったら通るのかなっていうのがいうのを考えるんですけど、結構レベルがどん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 上がってくると、まあ限度じゃないですけれども、もちろんやり方によってはね、高レベル帯をワンパンみたいなビルドも、ウォーフレーム界には存在しますが、まあみんながみんなじゃあそれができるかって言ったらそうでもない、ところもあったりするので、まあそういった場合はね、シンジケートで、販売されている増強モッドだとか、まあそういったのを使いながら、まあこうした敵の走行値を下げながら、ある程度、その火力が担保されている武器で走行値の下がっているところにそれを浴びせていくっていうのが、まあウォーフレームは結構高レベル帯では定番になってくるところなんですね。で、特にグリーンアーってそのコーパス勢と違ってシールドではなくてね、そのアーマーだったりするので、そのアーマーもレベルが高いとやっぱ硬いんですよ。なので、まあそれをね、腐食ダメージ関連とか、そのスイーキング手裏剣っていう増強モッドを使って、まあ一気に下げてしまおうという感じです。まあ、もちろんね、中にはフレームによってはもうすでにね、走行値を下げるような術を持っているフレーム、ボーバンですとか、あとザクとかね、まあそういったフレームもあるので、そういったものを駆使するのもありなんですが、今回レベナントを選択しているのは、まあボス戦、つまり火力が高くて、もうワンパンでやられちゃうんじゃないかぐらいの勢いのやつに対しては、レベナントの2番のね、スキンがだいぶ役に立ちます。そのベイヘックとか、まあ、そういったある一定のボスってザコ敵もいて、ザコもレベル100なんですよね。さすがにきついという時にはですね、まあ、こういった、レベナント運用あんまり回避得意じゃないなとかね、機動性バンバン動くよりはちょっとこう腰を据えながら、こういった単発の威力の強い武器を撃ちたいなっていう時は、まあ再発動の段階に気をつけて、きちんと、敵の攻撃を気にせず一方的に攻撃していくっていう方法も一つありです。これは完全にね、ベイヘックの攻撃、スキンの値がゼロにならない限りは一切受けないので、でさらにベイヘック戦って、その今この形態になったら別ですけれども、磁気ダメージをやってきて、こっちのエネルギー容量を吸い取ってくるんですよね。なのでそういったものにも、状態異常の無効の効果がありますので、理にかなっているという感じです。まあ、総合的に見ても、防御面でさらにはそのヘルミンスで、アビリティをいじってあげることによって攻撃面の補助もできると、網羅できるという感じなので、まあこうしたね、ベイヘック戦どうやってクリアすんのかなって思う人は、まあ、レベダントを一つ選んでみるのもありだと思いますね。で、今年ハビネスは2021年1年間をレベダントでソーティーをクリアしようっていうのをやっているんですけれども、まあ今のところ十分通用してて、まあちょっと分かってるところもあるんですけれども、そういったね、動画も参考にしていただけると、まあもちろんレベナントの話だけじゃなくて、こういったアビリティの使い方いいよ、こういった武器いいよっていう情報も込みでやってますので、まあそちらもね、参考にしていただければ、さらに、いろんな場面で、ああこうやって立ち回ればいいんだ、こういう運用方法があるんだなっていうのも、なんかちょっとこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、ベイヘック戦ね、回復機能を持っているんですけれども、きちんとね、敵の回復をこう、なんつうんだろう、元を取れるような攻撃力がこっちを持っていれば、まあ、たとえ回復されたところで、高レベル帯なんですけれども問題はないという感じですね。まあ、走行値下がっている時間っていうのも限りがありますので、そのアーマーが戻ってしまったらもう一回手裏剣を当てて走行値を当て下げて、で一気に攻撃していくという感じですね。
で攻撃の頻度が短ければ短いほどその短い間隔でまとまったダメージが取れるので、まあ容易でヘックさんも倒せるという感じで、今回の鋼の道のりも難なくクリアしたという感じです。これは結構気持ちよかったね。ああやっぱ通用するな、やっぱりレベナント強いなっていうのがまああのスイキング手裏剣も強いっていう話もあるんですけれども、自分の考えてたものがそのまんまもうまかり通ったって感じだったんで、すごい楽しかったですね。はい、今回持っていたレベナントの、ビルド構成はこんな感じです。まあぜひねこれを1参考程度に見ていただいて、これを基準にしてもいいですし、もっと別のね、構成で戦うのもありだと思いますので、もしやったことがない人はね、こういった運用方法もチャレンジしてみてください。はい、でこれが、増強モッドですね。これはシンジケートで入手することが可能なので、ぜひね、回収を目指してみてください。で今回これが主力になっていたプリズマグリーンロックですね。この武器はねもうハピネスのお気に入り武器、一番のお気に入りって言っても過言じゃないですね。相当強い武器なので、バロキチとかが持ってきた時はぜひ、回収してみてください。ハピネスタグのハピネスでした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想、コメントよろしくお願いいたします。またね、鋼の道のり今後もアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。